チャールズ W ・ナッシュチャールズ・ウィリアムズ・ナッシュはアメリカ合衆国の自動車企業家ゼネラルモーターズの5代目社長ナッシュモーターズの創業者として知られるナッシュはイリノイ州ディカーブの農家の子として生まれた貧しい農場労働者から乾燥圧縮梱包機を製造する会社のオーナーになったその後ミシガン州フリントに出て1890年には ウィリアム C ・デュラントと J ・ダラス・ドートが起こした馬車メーカーのデュラント・ドート、キャリッジワークスで工場の監督になった。ナッシュは1897年初期の自動車を運転する機会があり、この装置は売れるかもしれないと興味を持っていた。デュラントがビューイックの経営を託され、ドートにキャリッジワークスの経営を任せたとき、ナッシュはデュラントと共にビューイックの経営を手伝うようになった。 デュラントがゼネラルモーターズを創業した1908年には GM の一参加企業となったビュイックでデュラントの公認として社長、総支配人となった。経営危機に陥った GM が銀行からデュラントは経営にタッチしないようにとされた1910年代前半、ナッシュは GM の5代目社長となった。1915年に デュラントがシボレー参加に GM を組み入れ、GM 経営に復帰した。デュラントはナッシュを引き止め、ナッシュもまた、デュラントを高く評価していたが、ナッシュは自分の道を歩むことにし、GM を去った。ナッシュは、トマス B ・ジェフリーが息子チャールズと1897年に創業し、ウィスコンシン州家農舎で創業していた、ジェフリーモーターカンパニーを1916年8月に購入し、 1917年には、ナッシュモーターズと社名を変えて、自分の会社とした。ジェフリー社では自転車時代から、有名なランブラーブランド、及び、ジェフリーというブランドを販売していた。ナッシュモーターズでは、ミドルクラス向けの乗用車を販売し成功した。この他に、ラファイエットモーターズの社長も兼ねていた。ナッシュは、ラファイエットモーターズを1924年に、 ナッシュモーターズに吸収している。1930年代となり、ナッシュは自身の公認を探した。ホームアプライアンスメーカーのケルビネーター社を経営していたジョージ・ W ・メイソンが適任と見込んだ。ケルビネーターの経営を引き続き行いたいとするメイソンの考えを尊重し、ナッシュはケルビネーターを1937年1月4日に買収し、 ナッシュ・ケルビネーター・コーポレーションとした。ナッシュは1936年にリタイアし、12年後の1948年6月6日に、カリフォルニアのビバリーヒルズで84歳で亡くなった。カリフォルニア州グレンデールのフォレストローン、メモリアルパーク墓地に埋葬されている。ありがとうございます。